ネグロカサスは、メキシコメキシコシティ出身のプロレスラー。本名は、ホセルイスカサス。ニックネームは、黒木小僧。父は、ラ・マヒストラルを開発したペペカサスで、弟はフェリーの、ヘビーメタル、妻は、ダリスラ・カリベーニャ、義理の兄弟はベネの、いとこにブラックスター、オイニティグレ、ピューマ・キングという、プロレス一家。父の下でルチャリブレの修行を行い、 1980年3月にアレナ・アシテカでファミト・ラミネッセンでデビュー。ローカル団体のベルトを次々ダッシュ。1984年1月1日にエルトレオでブラック・テリーを破り、第5代 U は世界ライト級王座ダッシュ。その後12回防衛する。1990年3月ユニバーサルプロレスリングに初来日し、ウルティモドラゴンと死闘を繰り返す。 1991年1月28日パチューカで、スペルアストロを破り、ウア世界ミドル級王座ダッシュ。ウアの2階級制覇。同年10月トレオで、重心サンダーライガーの挑戦を退ける。12月11日、新日本プロレスにて、ほ、A 登る男の持つ IWGP、ジュニアヘビー級王座に挑戦。新日初来日した際は、 長州力のファイトスタイルに感銘を受けこれまでのコスチュームを長州の黒タイツに変え髪も長くした。1992年6月5日ベルトを所持したままイムルに移籍1995年12月にはエルイホデル三頭を破り第35代 NWA 世界ウェルター級王座ダッシュ。1997年7月コントラマッチで エルイ・ホデル・サントに敗れ坊主になる。1998年プロレス学校、グループシュベルネティコを開設し、更新の指導に力を入れている。2001年11月、エルイ・ホデル・サントと組んで、CMLL 世界、タッグチーム王座。2004年4月、エミリオ・チャレス・ジュニアから、CMLL 世界ミドル級王座ダッシュ。2005年デビュー25周年。 2006年4月ミスティコと組んで CMLL 世界タッグ王座、同年7月には数年ぶりに新日に来日し、エルテハのジュニアと組んで邪道、ゲド道の持つ IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦。2007年7月タイガーマスクの持つ NWA 世界ジュニアヘビー級王座に挑戦。ありがとうございます。